2023年も野球のシーズンが終わり、オフの目玉の一つとして挙げられるのが選手の契約更改。活躍すればするほど年俸が上がっていく世界の中で、プロ野球界は1億円どころか数億円という額も目指せるという夢ある商売なのです。そこで今回はこれまでの日本プロ野球界における歴代年俸ランキングベスト10を紹介していきたいと思います。プロ野球選手には夢があることがわかると思うので、どのくらいの額をトップ選手がもらっているのか気になる方はご一緒にどうぞ。まず10位は天才的な打撃とフルスイングにロマンを感じるハイパースラッガーで、福岡ソフトバンクホークス所属のギータ様、柳田悠岐。日本を代表する外野手の柳田は2010年のドラフト会議で2位指名を受けて広島経済大学からソフトバンクへ入団。その後4年目の2014年に抜群の身体能力を生かす3拍子揃ったプレーで外野手のレギュラーに定着すると、いきなり打率3割1分7厘とリーグ3位の成績を残し大ブレイクを果たします。そんな柳田はこのシーズンオフに年俸を3200万円から5800万円アップとの9000万円までアップさせたそうですが、2015年の柳田はさらに覚醒。打率3割6分3厘、34ホーマー、32盗塁、99打点、出塁率4割6分9厘の好成績を記録し、自身初の首位打者のタイトルを獲得すると同時に、プロ野球史上10人目となるトリプルスリーも達成し、一躍日本を代表する選手へと成長していきました。さらにパリーグ MVP にも輝いていた柳田はシーズンオフの契約更改で一気に年俸を2億7000万円にまでジャンプアップ。こうして誰もが認めるスター選手となった柳田は、2016年こそ不調に陥りましたが、2017年は再び復活し、打率3割1分、31ホーマー、99打点と素晴らしい数字を記録したことで、球史に残るほどのスラッガーへと駆け上がったのでした。そんな2017年のオフシーズンには、ソフトバンクの日本人選手で初の年俸5億円超え、前年から2億3000万円増となる年俸5億円で契約更改、年俸変動制3年契約も締結しました。その後も柳田はソフトバンクの中心選手としてチームを支える活躍を見せていき、2019年のオフには異例となる年俸変動制の7年契約を結び、7年契約終了後についてはフィニッシュです、そこまで決まっていますと引退を示唆し、事実上の生涯ホークス宣言をしたのでした。異例の契約を結んだ柳田は2020年のオフには6億1000万円までアップさせて、2002年の松井秀喜に並び日本人野手最高年俸を記録。2021年には打率3割、28ホーマー80打点という数字を記録したことによって日本人野手最高となる年俸6億2000万円で契約を更新しました。正直この金額で10位なので、以前より年俸の水準が上がっているのを感じさせられますが、柳田が見せたインパクトはそれに見合ったものであるのは間違いなく、これからもパリーグを代表する打者として球界を引っ張り続けてほしいものです。続いては一気に上がって6位タイとなりますが、実は6位の6億5000万円は4人もいるので、順番に紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのが、言わずと知れた日本のエースで来季からメジャー挑戦が確実となっている現球界最強投手山本由伸。第5回 WBC でも日本のエースとして活躍した山本は、2016年のドラフト会議でオリックスから4位指名を受けてオリックスバファローズに入団しており、実は下位指名でプロ入りした経緯があります。今考えてみると山本を4位で取れたことは奇跡だと思ってしまいますが、1年目から1軍で登板の機会を得た山本は2年目の2018年には中継ぎとしてブレイク。高卒2年目ながらも54試合に登板し、4勝2敗32ホールド1セーブ、防御率 2.89 という好成績を収め、一気に山本の名を野球界に轟かせます。そして2019年からは本人の希望もあり先発へ転向すると、ここから山本の無双が始まります。先発転向後の2019-20年はまだオリックスがあまり強くなかったこともあり、最優秀防御率を獲得するほど投球内容は良かったものの、勝ちに恵まれず2年連続で8勝止まり。それでも素晴らしいピッチングを見せていた山本は2020年のシーズンオフに年俸1億5000万円で契約更改し、早々に1億円プレイヤーの仲間入りを果たします。すると圧巻だったのが2021年、山本は開幕から相手打者を圧倒するピッチングで交流戦 MVP にも輝くと、最終的にはシーズン途中から15連勝を記録し、6月から4ヶ月連続で月間 MVP を獲得する異次元の活躍を見せます。結局最終成績を見てみると、26試合の先発登板で18勝5敗、防御率 1.39、 奪三振206と圧巻の成績を残し、史上12人目の投手4冠を達成。ついに日本球界の打者では手がつけられない領域にまで山本は進化を遂げたのでした。この活躍により山本はもちろんリーグ MVP も受賞し、自身初となる沢村賞も全会一致で受賞。他にもベストナインやゴールデングラブ賞、最優秀バッテリーなどタイトルを総なめしたことで契約更改が注目されていました。その中でオリックスと山本は前年から2億2000万円増となる年俸3億7000万円でサインをした結果、プロ6年目での年俸3億円突破は球団最速記録となり、高卒6年目ではダルビッシュ有の3億3000万円
万円を超える史上最高額での契約となりました。そして山本は勢いそのままに2022年6月18日の西武ライオンズ戦でノーヒットノーランを記録するなど、さすがのピッチングを披露し、この年は26試合に先発登板して15勝5敗、防御率 1.68 に奪三振205という成績で、プロ野球史上初となる2年連続の投手4冠を達成したのでした。さらに2年連続のパリーグ MVP と沢村賞も受賞し、再びタイトルを総なめにした山本はチームが日本一に輝いたこともあり、契約更改では前年からさらに2億8000万円増となる年俸6億5000万円で再、これによりオリックスでは金子千尋の6億円を上回り、球団史上最高年俸となりました。契約更改後の会見で山本は、僕もチームの勝利を一番にと思ってやっていた、素晴らしい評価をしてくださって感謝していますと、オリックス側の評価に満足するコメントを残したのでした。こうしてオリックスのエース、日本のエースとして驚異的な成績を残し続けた山本は、2023年も3年連続での投手4冠、そしてパリーグ MVP に沢村賞に輝き、ついにメジャーへの挑戦を表明。オリックスに残留していれば日本人選手として初の年俸10億円に到達する可能性もありましたが、メジャーでは8年総額300億円ほどの契約が見込まれるなど、また異次元な契約と夢のある世界へ旅立つことになりそうですね。もちろん山本が日本球界で見れなくなるのは残念ですが、これだけ無双した山本がどれだけの成績をメジャーの舞台で残してくれるのか非常に楽しみですね。続いて6位タイにランクインした2人目は、一時は山本と同じく日本のエースとして名声を高めた読売ジャイアンツのエースを長年になってきた技巧派の星、菅野智之。原辰徳を叔父に持つという野球家系に生まれた菅野は、その血を引き継ぎ、学生時代からプロ注目の投手として活躍すると、2011年のドラフト会議では、日本ハムファイターズと叔父の原が監督を務めていた巨人が菅野を1位指名、そして9時の結果、日本ハムが菅野との交渉権を獲得しましたが、巨人への入団を希望していた菅野は日本ハムへの入団を断り、1年浪人した上で晴れて2012年のドラフト会議で巨人に入団します。すると菅野はルーキーイヤーから実力を見せつけ、13勝6敗、防御率 3.12、 155奪三振という素晴らしい数字を記録し、チームをリーグ優勝に導くと、1年目のオフでいきなり5500万円増となる年俸7000万円でサイン。その後菅野は巨人のエースとして毎年のように安定した成績を残し、2015年以外はしっかりと貯金を作る活躍を見せて、16年のオフには年俸2億3000万円にまで上げていきました。この時点ですでに巨人の絶対的なエースとして君臨していた菅野ですが、さらに圧巻のピッチングを披露したのが2017年と18年。まず17年はシーズン前に行われた第4回 WBC で日本のエースとして活躍すると、シーズンに入ってからも絶好調で年間3度の月間 MVP を受賞。最終的には17勝5敗、防御率 1.59、 171奪三振、6完投4完封とエースらしいピッチングを披露し、自身初の最多勝利と自身3度目の最優秀防御率を獲得しました。さらに自身初、そして平成生まれ初となる沢村賞を受賞し、名実ともに日本のエースへ成長したシーズンとなりました。その結果、菅野はシーズンオフの契約更改で前年から2億2000万円アップとなる年俸4億5000万円でサイン。翌年の2018年は15勝8敗、防御率 2.14、 200奪三振という数字を残した以外にも、10完投8完封とマウンドを譲らない投手を見せて、自身初、平成生まれ初、そして平成最後となる投手3冠に輝きました。また同シーズンでの200投球回と200奪三振の到達は巨人の歴史において81年の江川卓以来37年ぶりとなり、3年連続最優秀防御率は1958年の稲尾和久以来60年ぶり史上2人目の快挙でした。そして菅野は2年連続での沢村賞にも輝き、契約更改では前年から2億円増となる年俸6億5000万円でサイン。この時点での日本人選手歴代トップタイの年俸に並んだのでした。この契約更改終了後の会見で菅野は、どこまで言っていいか分かりませんけど、すごくいい評価をしていただいたと思いますとコメントし、球団から最大限の評価をもらったことを明かしました。ただ菅野のキャリアにおいて最高年俸となったのは6億5000万円ではなく、この後さらに年俸が上がっていくことになるわけですが、それはまた後で語りたいと思います。3人目の6位タイは、2023年にソフトバンクに所属した剛腕クローザーで、ロッテから強奪してきた外国人の星、ロベルト・オスナ。何かと年俸が高くなりがちな助っ人外国人選手ですが、中でもオスナは抑え投手ながら破格の年俸ももらっている選手なのです。まずオスナが日本に来る前のキャリアを振り返ってみると、2011年にトロントブルージェイズと契約すると、15年にメジャーデビューを飾り、いきなりメジャー1年目から20セーブを記録する活躍を披露。その後2016年に36セーブ、2017年に39セーブを記録し、メジャー屈指の抑え投手として成長していったオスナですが、18年5月に女性へ対する暴力容疑によって逮捕、ブルージェイズから75試合に出場停止処分を食らってしまいます。それでもオスナは18年のトレードデッドラインギリギリでヒューストンアストロズに移籍してからも抑えを任され、19年には38セーブで自身初となるセーブ王に輝いたのでした。ただ2020年に右肘を故障してしまったオスナはシーズンオフにアストロズを退団し、21年5月からは母国メキシコのリーグに復帰、22年の途中までプレーを続けましたが、このシーズンが半ばに差し掛かった頃、ある日本の球団がオスナ獲得に動きました。
バロッテマリーンズ。2022年6月9日、肘の故障があったものの、メジャー通算で155セーブを記録していたオスナを、ロッテは破格の年俸9000万円で契約することに成功。すると加入直後からセットアッパーの一角として起用され、抑えの増田直也が不調に陥った8月下旬からは、メジャー時代の定位置でもあった抑えに定着し、そこからも無双状態を続けます。最終的にオスナは29試合に登板で防御率 0.9 に、9ホールド10セーブと、さすがの実力を見せつけたと同時に、ZOZO マリンスタジアムではリリーフカーに乗らず、走って登場するなど元気な姿を披露。その理由についてオスナは、走ることで体が温まる、来日前最後に乗った時に決勝ホームランを打たれたと理由を語りました。もちろんシーズン終了後、断念契約だったオスナを慰留したロッテでしたが、残留交渉がうまくいかずロッテを退団。その後去就が気になるところでしたが、結局2022年12月25日に金満で最近球界のヒール役になり上がるソフトバンクが断念契約の年俸6億5000万円という金額でオスナの獲得を発表。オスナは日本で半年プレーしたのみで、年俸が9000万円から6億5000万円まで跳ね上がる形となったのでした。ちなみにオスナの年俸はソフトバンクでの1年を通じてさらに跳ね上がることになりますが、それは後ほどのお楽しみです。6位対最後となる4人目は浜の大魔神と呼ばれ、馬を愛しに愛し続ける真の馬主、佐々木一弘。日米両国で活躍した日本を代表する守護神の佐々木はオスナと同じく抑え通しながら高年俸をもらうだけの活躍を見せていた一人です。まず佐々木は東北福祉大学から89年のドラフト会議で当時の横浜太陽ホエールズから1位指名を受けてプロの世界へ入りますが、2年目の途中から抑えとして抜擢されると、力強い速球と落差のあるフォークで高い奪三振率を誇り抑えとして定着。3年目の92年には1年を通して抑えの位置で投げて21セーブを記録すると、球団名が横浜ベイスターズに変わった93年も抑えとして活躍しますが、94年のキャンプ中に肘を故障してしまい手術を受けました。しかしリハビリから復帰して以降の佐々木はまさに浜の大魔神と呼ぶにふさわしい活躍を披露。95年には最優秀救援投手のタイトルを獲得し、オフには6900万円だった年俸が1億4000万円まで跳ね上がり、横浜の生え抜き投手として初の1億円プレイヤーとなりました。そして97年は防御率 0.90、 98年には驚異の防御率 0.60 を記録した佐々木に対して、他球団のファンからは佐々木が出てきた時点で試合終了というムードが漂うようになっていました。こうした活躍と同時に年俸も上がっていった佐々木は、98年のシーズンオフにイチローと共にプロ野球史上初となる年俸5億円に到達。実際にこの年は浜の大魔神が新語・流行語大賞を受賞するなど、佐々木の活躍は社会現象となっていたのです。そんな佐々木は99年のシーズン終了後、シアトルマリナーズへ移籍。夢のメジャーでも佐々木は抑えのポジションを任せられ、4年間のプレーながら通算129セーブを記録する活躍を見せました。すると佐々木は2004年1月中旬に日本で家族と一緒に暮らしたいとの理由でマリナーズを退団。日本球界では佐々木争奪戦が繰り広げられましたが、佐々木の古巣横浜に対する愛もあり、同年2月3日に5年ぶりとなる横浜復帰が発表されました。そしてこの時佐々木と横浜が結んだ契約が2年総額13億円で、1年に換算すると現在の歴代6位タイとなる6億5000万円だと言われているのです。結局横浜復帰後の佐々木はこの2年契約最終年となった2005年をもって現役引退を発表。見合った活躍かどうかは置いておいて、年俸6億5000万円のまま引退したと考えると、彼の影響力がいかにすごいかが分かりますよね。現役引退後は馬主となり、現役時代に稼いだお金を転がして儲けている佐々木ですが、いつか現場に戻り監督コーチとして選手を育てる姿も見てみたいところですよね。続いて5位にランクインしたのも3人連続で抑えの投手でした。その後1でソフトバンク最盛期を支え、日本シリーズでは歴史に残る大熱投で球界を沸かした最強外国人リリーバーデニス・サファテ。アメリカ出身のサファテは2006年にメジャーデビューを果たした投手でしたが、その後はメジャーで目立った成績を残すことができず、2010年のオフに年俸9000万円で広島東洋カープに加入します。こうして広島で日本球界のチャレンジを始めたサファテは、1年目の2011年に抑え、2年目の2012年はセットアッパーとして一定の活躍を見せますが、オフに自由契約となり広島を退団。今度は西武ライオンズに入団し、防御率 1.87 と素晴らしいピッチングを披露したものの、起用法への不満などもあり2年連続で自由契約となったサファテはソフトバンクへの移籍を決断します。しかしここからサファテの無双状態が開始。ソフトバンクに加入した1年目から抑えに定着したサファテはいきなり37セーブを記録すると、15年には当時のパリーグ最多セーブ記録となる40セーブを超える41セーブを記録して自身初のセーブ王に輝きます。こうして日本で3球団目のソフトバンクで完全に覚醒したサファテは、2015年のオフにソフトバンクと年俸5億円の3年契約を締結。高額契約を見事にゲットしたサファテですが、腐ることなく16年に43セーブを記録すると、圧巻だったのが2017年。当時のソフトバンクが強さを誇っていたこともあり、セーブ機会が多く訪れたことも影響しましたが、最終的にシーズンのセーブ失敗数はわずか1回のみに抑え、66試合の登板で防御率 1.09、 54セーブという驚異的な数字を記録。この時のサファテは出てきたら打たれる気配は全くなく、完全にゾーンに入っていたと思います。さらに圧巻だったのが日本シリーズ。日本一がかかった第6戦では9回から3
3イニングを投げる熱投で11回裏のサヨナラを呼び込み、日本一に貢献。外国人投手としては53年ぶりとなる日本シリーズ MVP に輝きました。するとソフトバンクは絶対的守護神のサファテと3年契約が切れる2018年の3月27日に2019年から3年総額20億円という超大型契約を結んだのです。もちろんこの時点でソフトバンクはサファテが働いてくれる前提でこれだけの大型契約を結んだわけですが、17年のフル稼働で体にガタが来てしまい、サファテは2018年4月に右股関節強化関節芯修復手術という大手術を受けてシーズンをほぼ棒に振ってしまいます。その後復活を目指したサファテですが、状態が良くなることはなく、19年からの3年間で1軍登板はまさかのゼロ。その後はそのまま退団までに至っています。しかしながらソフトバンクは契約を結んでいたため、19年は6億円、そして20と21年は年俸7億円をサファテに支払う形となってしまったのです。このサファテの例を見ると、やはり長期契約というのは球団にとって非常にリスクのある契約であることがよくわかりますよね。ただサファテとしては、言い方は悪いかもしれませんが、リハビリしていただけで20億円を手にしたわけですから、2017年の働きが人生を変えたとも言えますよね。現在は引退していて、様々な活動に精を出していますが、ホークス OB として時々存在感を見せてくれているので、これからも元気な姿を見せてほしいものです。ベスト3には惜しくも届かなかったものの、名前が印象的だった強打の助っ人もランクインしています。ヤクルトで圧倒的なダボを用いて最強助っ人として君臨した男、ロベルト・ペタジーニ。ベネズエラ出身のペタジーニは1994年にメジャーデビューを果たすも、なかなかメジャーでは芽が出ず、98年12月にヤクルトスワローズと契約を結び、日本球界へとやってきました。そんなペタジーニは年俸6000万円でヤクルトに入団すると、1年目から日本の野球と見事にフィットし、凄まじいパワーとリズムを残せるバッティングで松井秀喜とホームラン王争いを演じると、最終的に打率3割2分5厘、44ホーマー112打点を記録し、いきなりホームラン王に輝きました。その後のペタジーニは守備にこそ難はあったものの、それを補ってあまりある打撃成績を残し、2000年は打率3割1分6厘、36ホーマー96打点、2001年は打率3割2分2厘、39ホーマー127打点で2度目のホームラン王に輝き、ヤクルトの日本一に大きく貢献しました。すると活躍に合わせてどんどん年俸も跳ね上がっていき、2001年のオフには年俸4億5000万円で契約を結びました。そして日本球界4年目となった2002年も勢いが止まらないペタジーニはライバル松井とのホームラン王争いにこそ敗れてしまいましたが、打率3割2分2厘、41ホーマー94打点を記録し、4年連続3割30本という異次元の記録を残すなど、球界の歴史に名を残す怪物スラッガーとして野球界に名を馳せたのでした。ただヤクルトはシーズン終了後にペタジーニとの交渉の中で高年俸や慢性的な症状が出つつあった膝の痛みを懸念し、契約を見送ることを決断。そこでペタジーニの獲得には複数球団が争奪戦を繰り広げましたが、獲得に成功したのは当時のプロ野球界では圧倒的な資金力を誇っていた巨人でした。この時巨人はペタジーニに対して当時の球界最高年俸となる単年7億2000万円の2年契約を提示、まさに日本球界の歴史を刻む最高峰の契約がなされたのでした。しかしながら高年俸に見合う活躍を期待されたペタジーニは、巨人に清原和博がいたこともあり、ファーストではなく慣れない外野手として起用されると、ペタキャノンと呼ばれた的外れな送球やボールの補給に難があるシーンが何度も見られました。さらに外野守備で膝に負担がかかり、何度も膝の痛みで登録抹消を繰り返したペタジーニは、巨人での1年目で打率3割2分3厘、34ホーマー81打点という成績を残すも、来日後初めて規定打席に達することができませんでした。その後2年目の2004年はさらに膝の痛みを悪化させてしまい、117試合の出場で打率29ホーマー84打点と日本では自己最低の成績に終わってしまい、5年間続いていた3割30本の連続記録も途絶えてしまったのです。すると2年契約を終えたペタジーニに巨人は大減俸となる年俸3億円を提示したようですが、この提示にペタジーニは激怒。結局2005年からはボストンレッドソックスに加入することになりました。そんなペタジーニはその後メキシコや韓国を渡り歩き、2010年にはソフトバンクに加入し、久しぶりの日本球界復帰を果たしますが、すでに衰えていたペタジーニはシーズン終了後に現役引退を発表しました。こうして日本球界に大きなインパクトを与えたペタジーニが年俸ランキング4位にランクインとなりましたが、次の3位は巨人のエースとして先ほども名前を挙げたあの男でした。菅野智之。2018年のオフに6億5000万円にまで達していた菅野の年俸ですが、その後2019年は入団から6年連続で続いていた規定投球回に届かず不調に陥ってしまいますが、投球フォームを変更しシーズンに臨んだ2020年は再び躍動します。このシーズンの菅野は開幕直後から連勝記録を伸ばしていき、9月29日の広島戦で開幕12連勝を達成すると、日本プロ野球最多タイ記録に続く10月6日の横浜戦で日本プロ野球新記録となる開幕投手からの13連勝を達成しました。こうしてコロナ
ナウイルスの影響で変則的なシーズンとなりながらも、新フォームで復活を果たした菅野の2020年は14勝2敗、防御率 1.97、 131奪三振という数字を残して自身3度目の最多勝に輝き、チームをリーグ優勝に導いたのでした。そんな菅野はシーズンオフに夢であったメジャーに挑戦するためポスティングシステムを申請、巨人の生え抜き選手としては初めて容認され、年明けの2021年1月1日に交渉のため渡米します。しかし当時はコロナの影響もあり、メジャー全体の FA 市場が活発ではなく、菅野の希望額に金額が届かなかったことで、交渉期限の1月8日までに契約がまとまることはなく、巨人に残留することを発表。菅野にとっては残念な結果となりましたが、巨人ファンにとってエースの残留は嬉しかったはずです。この結果、巨人は菅野に対して契約更改で前年の6億5000万円から1億5000万円アップとなる年俸8億円を提示し、菅野もサイン。当時の球界最高年俸を塗り替えた数字に菅野自身も、契約更改後の会見では、それだけプレッシャーもありますし、見合った活躍をしないといけない、身が引き締まる思いですと語りましたが、2021年からは調子を落としてしまい、右肩下がりで年俸も下降、もう一度巨人のエースとして活躍する姿を期待したいところですね。続いて2位にランクインしたのが、東北楽天ゴールデンイーグルスに帰還したマー君神の子不思議な子、田中将大。高校時代から甲子園での斎藤佑樹との投げ合いなど野球界の注目を集めていた田中は、2006年のドラフト会議でまだ球団創設から日が浅かった楽天にドラフト1位で入団。そして楽天では1年目から野村克也監督のもと先発ローテーションに入り、11勝を挙げる活躍で新人王を受賞すると、3年目の2009年には15勝、防御率 2.33 とまさにエースらしい数字を残し、オフには年俸1億8000万円で契約しています。その後2010年に11勝を記録すると、11年にはさらに進化した圧倒的なピッチングを披露、最終的には19勝5敗、防御率はパリーグ歴代2位となる 1.27 と驚異的な数字を残して、最多勝と最優秀防御率のタイトルを獲得すれば自身初となる沢村賞も受賞する飛躍のシーズンとなりました。続く2012年も防御率 1.87 と2年連続で1点台の防御率を記録していた田中は、オフの契約更改で年俸4億円にまでアップさせましたが、迎えた2013年に伝説を作ります。13年の田中はとにかく開幕から負けることなく全てを支配するようなピッチングで連勝を重ねていくと、9月13日のオリックス戦で日本プロ野球新記録となるシーズン21連勝を記録し、最終的にはシーズン24勝0敗、防御率 1.27、 勝率10割という現実離れした数字を残してみせたのでした。その後日本シリーズでもチームを日本一に導いていた田中は、自身2度目の沢村賞、そして自身初となるパリーグ MVP を受賞し、気持ちよくメジャーへの挑戦を表明。14年からはメジャーの名門ニューヨークヤンキースと7年161億円という大型契約で移籍し、1年目の2014年から19年まで6シーズン連続で2桁勝利を記録する活躍で、日本最強投手の意地をメジャーでも見せてくれました。そんな中、20年にメジャーで短縮シーズンを過ごした後、7年契約を終えて FA となっていた田中は、当然メジャー球団に移籍するものと思われていましたが、田中はなんと21年1月に楽天への復帰を決断。楽天復帰を選んだ理由について、田中は、一番は自分の中でどれだけやりがいを感じてプレーするかというところだったと語っていて、やはり楽天とマー君は常に相思相愛なんだなと思わされましたね。ただ田中の楽天復帰は楽天の資金力があってこそのものであり、田中に対して楽天は菅野の8億円を超える年俸9億円で契約を結んだのでした。こうして楽天ファン以外もワクワクした田中の楽天復帰でしたが、21年22年と年俸9億円に見合った働きはできず、22年のオフにはマイナス4億2500万円という大幅減俸、そして23年も7勝11敗、防御率 4.91 と期待を裏切る成績となったことで、現在12月17日時点でも2億円以上の大幅減俸になると報道がなされています。まだ老け込むには早い年齢だと思うので、ここからもう一花咲かせてほしいと思います。そんな田中の年俸9億円を抑えて、新たに日本球界最高年俸に君臨したのが、先ほど6位タイにもランクインしていたソフトバンクを代表する最強守護神ロベルト・オスナ。22年のオフにソフトバンクと単年6億5000万円の契約を結んだオスナは、開幕からソフトバンクの抑えとして抜群の安定感を見せると、6月11日の巨人戦で初失点を喫するまで無失点で抑え続ける圧巻のピッチングを披露しました。その後もオスナは絶対的守護神としてソフトバンクの勝利に貢献し続け、最終的にはシーズンで失点した試合はわずか3試合のみ、49試合の登板で3勝2敗、12ホールド26セーブ、防御率は 0.92 という好成績でシーズンを終えたのでした。ただオスナは単年契約だったこともあり、メジャー復帰が濃厚と見られていましたが、なんとしても守護神を残留させたいソフトバンクは4年総額40億円、単年に直すと年俸10億円という日本球界最高年俸となる超大型契約でオスナを残留させることに成功したのです。ソフトバンクの新監督に就任した小久保裕紀監督も、いなかったら話にならないと語っていただけに、オスナの残留は非常に大きな意味を持ちます。あとは5位で紹介したサファテのように大
型契約の後すぐに怪我をして働けなくなる最悪の事態に陥らないことを願うばかりですね。このように今回はプロ野球界における年俸ランキングトップ10を紹介しましたが、皆さんは今後オスナの10億円を抜くような契約が出てくると思いますか？メジャーに比べるとどうしても低く見えてしまいがちな日本球界の年俸ですが、このランキングを見れば活躍次第で夢のある契約を手にすることができることも事実なので、これからも多くのスターが日本球界に現れてほしいなと思います。これからさらにプロ野球界全体が商売の面でも売り上げが上がり、選手たちにも歓迎を、そして子供たちにも夢がある環境へなってほしいと切に願っています。それでは。